お疲れちゃんスラットです。今日はですねこちらエリババミラーエリポイにやっていきたいと思います。さあということで、ね、こちらのデッキなんですけども、結構前に1回あげたことがあって、それがすごいちょっと人気だったので、また同じデッキでねやっていこうかなと思います。でもその時と比べるとね、もう今はねエリポンと、ミラーがねすごい強い環境なので、まあ、この2枚をねまあ、うまいこと使ってね大暴れしていきたいと思います。さあ攻めも守りもエリババです。でやっぱ肝心ならね、現環境壊れのねエリポンとミラーですね。そうなんで基本的にエリポン置いてー、エリポン置いてーって感じか。ちょエリポン置きたいですね。とりあえず暇なんで1クス回してエリポン置いてきます。でここにねクエイク打たれなきゃもうエリアド取れるっていう環境ですね今。さあこれポイズン打たれても1アド取れます。でポイズン使った後なんで、最強のエリポンをもう一回置きます。で相手はねスケルトンラッシュっぽいね。スケラーはね普通に嫌っすね、一番嫌。うん、うわーさあ来る、スケルトンラッシュ来る。さあここはねスケと、まあ、LSP も使いながら耐えていくか。これね俺ダメージ受けていいんですよ、エリクサーポンプが残ればね何でもいいんですよね。よしよしよし、やつくね。さあスケラー相手にエリポンを残せた。しかもレベル16のエリポン、これちょっとおもろいな。これここに置いてポイズン出したいな。スケラ回ってないからこれはポイズンで壊させて、その後もう一回エリポン置きます。えめっちゃくね、これ入ってんだかな、位置が際どい。よし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 、さあエリポンをまずは守ってから、あとはもう後半ねエリババブッポですね、ハシマエリババ出しまくる。いやーこれはもう美味しいね。さあエリババで受けて、おーヤンキー、あーなるほどね、エリポンを傷つけたいんだ。いやもう届いてないってことは、さあ足してあげてもう一回エリポンいってこう。いやでもナイトボーラーベビドラ厄介っすね、エリババがそう通んないんだね。いやもう一回起きてこれ。さあウッド使ったら置けない。でもここでちょっと行きます、俺は男なんでね。ちょうどボーラーがないんで、なんだないともない、行きたい、もう一枚行きたい。でここで冷静、いや勝てー。いやー今回の相手これやばいですね、ガチ方だ、ガチ方。まあポイズン打たれたら打たれたで、さあいやこれでもどんどん攻めなきゃ僕多分勝てないと思うんで、めっちゃ攻めます。よいしょ。でさあロケット車残れば熱いが、待って、めっちゃ入ってるめっちゃ入ってる、熱い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 、めっちゃ入ってるめっちゃ入ってる。あれはウッド3周圏内ぐらい。いやもう一回行って、よし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 、いけいけ、エリババ無限。いやあのファルチェ飛べ、いや熱い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 、ウッドでねしばける圏内ではあるんですけどね。エリポンの跡がなくなってしまった。さあちょっとねこれロケット星でちょっかいかけながら、これエリスピが意外と嫌じゃすんだね。よいしょ、オッケーオッケー、いやいい、いやいい防衛してない、エリババ行ってもらって。であと228はねマジでウッドミラー、あ待って、ウッドミラーで落ちるっすね。いや落ちなきゃ終わりなんだよ、なんならちょい数字確認します。116でしょ、いや落ちます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 。でレスピで耐えて、うおでかい。いやこれガチキチじゃないですか、多分ね陸受け多い相手と、まああとなんだキング起動してくる相手はすごい嫌ですね。エリババやっぱ刺さりにくいんでね。さあまあ今みたいな感じでエリポン置いて、エリポン置いて最後にもう後半はエリババぶっぱっすね。しかもこの強みがやっぱねエリババ16っていうのがえぐいと思うんですよ。まあ、あとはクエイクじゃない相手を引きたいね、できるだけ。あーでここは一旦、うわダリーきちー。さあエリクサーポンプがエリアド取られる相手はクエイクだけですね、これ1アド取られます。しかも相手クエイクミラーっていう、やばーいすぎるー、これ。しかも枯渇でクエイクミラーっていう意味わかんないですね。うん、まあでもそういう時代になっちゃったっすね。もうさあこういう相手にどうやって勝つかっていうと、勝てないです単純に勝てないんで、まあもうぶっぱするしかないですよね。ぶっぱして、まああとは祈り、ヒースピ飛ぶ。いや頑張れねえかな。しかもデリバリー、いやこれ一発でも殴れん、お鉄壁、あれさてはやばいっすか
まあでも、相手もね、なかなか俺に傷を与えれないとか思ったんですけど、余裕でエリポンじゃない、クエイクあるんで、となると、結構やばいっすね。これ結構やばいっすね。まあ、エリババヒースピー、まあ、エリババブッパーやっていくしかないな。しかもゴブリンバレル16が来る。うわ、強い。うわ、これやばいね。顔面ただ。なんでこのデッキ。待って。えぐい。どういうこと？マジで。どういうことっていう。クエイクバレルで削る。うわ、もうそういう時代になっちゃったんだな。俺のこれが通じねえな。俺のこれなんか1枚クエイクにしないといけない。うわ、やばい。マジで。絶対勝てないんじゃねっていうようなデッキ聞いたっすね。どうなんだろう。さあ、まあこれは、さすがにこうの、デリバリー飛ぶ。さあ、頑張れ。いや、頑張れないか。もうこのままタイブレイクで負ける未来が、ね、見えてくるね。ちょっとやばい。さあ、さすがにここは、何この試合、ちょっと待って、やばい。何この試合、クエイクで削られて負ける、そういう感じ。ちょっと待って、やだ。しかもハンターも入ってるね。さあ、ロケット紙出してロケホでね、嫌がらせしていこう。分かった、ロケホゲーミングだこれで。こっちもやって、いや、めっちゃいい。いや、これ結構厚めのウッド。いや、いい。頑張ってる。いや、頑張ってるけど、きちい。さあ、でもなんかワンチャンありそうな。LSP 強要。いや、頑張っている。エリババ？いや、刺さんない。なんだこれ。ああ、鬼来た、鬼。バレル飛んできてほしいな、ここ。飛んできたらエリポンが刺さる。よし、やばい。なんかすごいキモい試合してる。やばい。何これ、ちょ、待ってガチキモい。やばい、これ絶対無理やん。絶対無理じゃない、これ。何これ、こういう時代。いや、俺のねデッキもキモいんだけど、相手もなんかエグくないね。ちょっとエレスピ強要。いや、ワンチャン。いや、マジで全然刺さらん。ありがとう言われてる。いやだ、エリババミラーで世界を変えたい。デリバリー、えぐい。なんでこれ。やだ。やだ。なんだこれ。やだ、俺もう今シーズンクララはやりたくない。もうやめようかな。いや、マジでえぐいな。こんな環境嫌だな。これやばくないですか、ちょっと。マジやだ。でも相手の敵強そう。いやー、ちょっと気を取り直してね。でも今シーズン本当にね、もう今みたいなデッキが多いんですよ。そのまあ、大砲、スケ、ファイスピー、クエクウッドみたいな、もうそういうデッキばっかなんで、あとデリバリーとか、結構陸域がね、豊富なんでね、ちょっとエリポンをどうにか貯めまくって頑張りたい。さあ、で、今回の相手がもうインドライスイーズで、この時点で幸せを感じれる。まあ、スケラだったら、ってか、まあ、スケラかバルーンの2択なんですけど、まあ、バルーンじゃねえな、スケラか。さあ、スケラはね、嫌ですね。スケラの受けが苦しいんだよね、このデッキ。まあ、でも、エリババで、頑張りたい。ここはね、エリポン置いてもいいんですけど、置いた瞬間のスケラがきつくなるんで、ここは攻めて、よし。で、ここで、エリババミラーも使っちゃいます。で、ここのエリポンだけを守りたい。あ、めっちゃいい、それは。え、待って、めっちゃいい取りに来た。痛い。頑張れ。エリババ頑張れ。さあ、ダメージは受けても全然いいです。なんなら500ぐらい残ってくれれば、あ、煽り中、しばく。エリポンゲーで勝てるんで、マジエリポン貯めていきます、今から。あれ殴ってほしかったな。
7個そう言ってから LSP 間に合うかな。男の強でいこうか。さあこのエリクサーポンプを回ります。こいや、かかってこいや。ベビースケラ、インドラスケラ、 LSP あるんで全然怖くないよね。ティンからのエリババ出したいな。で謎に逆サイいきます。しっかりヒースピまで添えてあげて、よし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 。いやいいよ、エリババが相手のダメージでも俺の方が100倍入ってる。ちょっと痛いね。もう一周エリバー行くとボーラーがいないんで意外と受けが苦しい説ある。こっちだよ。でボーラーこれずっときつい、ずっときつい。でもう一回エリ、もう一回っていうかエリポイントあげて、飛べ飛べヒースピ、飛ぶんだ早く。うん、いい、よく飛んだ。エリポイント、エリポイントやりすぎかな。でもこう止めて、LSP でめっちゃ雪してる。ちょ、あの暇なんで一旦リポン化して、ちょ、リポン置いてからじゃないと考えれない脳が。うん、置いてからそっちに使ったね。じゃあこっち行くね、おとなしく。うん、でちょっと一旦考えれないからエリババミラーして、ちょ一旦ね、からのもう一周行きたいな。いや右側これで行って、やばい、ちょっと暇になってきた。暇になるとねこのデッキまずいね。いやボーラー野郎が強いな、ボーラー野郎がちょっと強い。さあ、いやめっちゃいい防衛してるね。相手変なことしてる、相手が変なことした時は行けって言ってた、行けって言ってた。ナイプレイボーイ。さあエリババ決まっていく、いいですね。暇の時にしっかりエリポイントいきましょう。さあというわけでね、今みたいなねもう決が来たね。なんやねんこいつ。さあ変なの引いた、よろしく。もうね今みたいなマジでねエリポンにどうにもできないよっていう相手を引けるとすごい熱いですね。もうほんとその逆でもクエグ引いたら渋い。そのもう2択ですね。神相性か逆神相性から2択です。いい試合になることはありません、このデッキでエリポンゲーはね。さあ来た、ビリビリファイボやろうですね。ファイボ、さあファイボ使ったので、おインドとファイボかと、ウォールブレイカーってなんかあんま見ないっす。ディガーでもあんのかな、これディガーって拾えねえな。おーいやーあー何やねん、ディガーでした。え、ドリルかこれ。さあまさかのドリルインド、あーメガナイトかなこれもしかして。さあお迎えに来ちゃった。いやでもファイボなんでもうエリポンバカ貯めたいですね。うん、5個ぐらい置きたいエリポン。さあやばい、飛ばないで、痛いけどもうこんなの全然いいですね。うん、へでもない。うん、ちょっと待って。汚い。なんか嫌になってきた。一発ずつ殴れよ、一発ずつ。これさ、行ったらどうなると思う、みんな。検証、16エリババ、ヒースピを添えて。うん。嫌な目がないと。これぶっ刺さり、あ、これ、さてはやばい。終わります。16エリババで。ケツゲシ激やだってなんかもうやだやだやだ。そうでもメガナイトオールブレイカーのディガーでインドもいるんで全然あのこっからまくられるパターンもあるんでね。うん、さあおお、まあでもこれはさすがにスケート、おおいいやの目、まあ、ウッド回して、さあこのエリババもう崩るし、でもう一回エリポン置いて、あれはなーもうなんか適当になんかね、しばけるっしょ、知らんけど。うん、俺ぐらいになるとこうウォールブレイカーからしばいていきたい。でスケで足止めしてヒースピで回復してウッドで全ゴロリンチョ、おいでちょっとエリポンの圧をね
エリポンで暑さを与えていきながら、いやマジでね、このエリババヒースピーが最強すぎるんですよ。これで全部撃破。さあウッドでしばいて、エリポンが回るけどもう置かなくても折りそうですね。オーケー、毛だけにオーケー。いやー最悪だ、なんか勝ったのになんかそうそうしてきた、やばいやばいやばい。ナイスさあお願い、ケツ毛でも脇毛でも何でもいいから神相性来てほしい、よろしく。いやゴルとかエレジャー引けたらねめっちゃいいんですけども、最近いないんでね、もう本当にクエイク削り野郎かコカちゃんだと熱い。いやコカツは、あ待って待って、クエイク、ここ待って、クエイクだったら無理、普通クエイクじゃないんで相性いいんですよ。そうコカツはね、普通はね、でもさっきクエイクだったからな、怖すぎ。ファイボー、いやファイブウッドはね普通だよ、いいよ。エリポン来まーす。で男の許容していきたいね。強くね、なんかちょっと待って、落ち着け、よいいいやん。でファイブウッド使った、ガチでだるいな、ふふふ。なんだこのデッキ。いやーで、ロケホはね、マジでオーブに対してエイム悪いんですよ。悪いどころじゃないんですよ、こいつ。視力ないんですよね。うわ、えぐい。しかも、なんか、守れねえかも。いや、いい。さあ、いい受け。で、これは、もうロケホはね、すぐ、散るんですよね。あ、いや、いいエイムしてる。たまたま。いやー、男のね、許容です。マジで。男はね、許容しなきゃね、やっていけないんですよ。もうね、こういうオーブンのダメージにね、逃げちゃダメなんですよ。逃げちゃダメですよ。逃げたら曲がらんですよ。逃げちゃダメだ、逃げちゃダメだ、来た、逃げちゃダメだ、しんちくん。やばい。誰誰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 。ちょっと待って待って、逃げちゃダメ、このダメージから。あー痛すぎる、ちょっと待って、本当にこのダメージ何これ。オーブミラーされてるだけで負けそう。おら暗い、エリババだ。いやー強い。やでも俺気づいた、相手削る方法がファイブミラー。あこれ俺がさ昨日かなんか動画出したやつやん、仲間だね。いや強いよねそのデッキ、わかる。やばい、ウッド使った、変なとこで。絶対今ウッドいらんかった俺。ちょっと待ってよ、これファイボで巻き込まれないです。ここいやーこれマジで諦めたら試合終了で、最後にエリババミラーで世界使います。見とけよ見とけよ、うらマジで。こっからのもう一回リババでガチで世界掴むっすよ。いやめっちゃいいムートやん、ガチだる、ガチだる、リアルガチ、これぞリアルガチ。エリババ16、うれい、勝っていく。いやマジでオーブン強すぎ、エリババ16バケモンすぎ、一発600くらいあるもんあれ、えぐ。いやエリババいいね、最後ね、やっぱね、エリポン貯めてからのこのブッパがね、もうフィーバー。ガチで熱い。最後の最後にスーパー大逆で一発600、2体殴れば1200です。さあ、まあ、ウッドでエリポン回したいね。これ普通で500だもんね。わあ。まあ、ザッピー、ボンバーはね、わかんないな。あんま見ないですね、この編成は。まあ、ゴレクロ？ゴレ。ゴレの香りはね、すげえする、うん。もう漏れてる、ゴレの香りが。もうちょっと隠してほしいぐらい匂ってる。あれ？ゴレ？どこ行った？シエンタイローグか、お前。いや、シエンタイローグだったら、しかもなぜか知らんけど、ヤナメなんで、激渋案件。いや、シエンタイローグやないかい。ね。あ、でもこれは、ヤナメを使わざるを得ないと思いきや、いや結構いい防衛してくるな。いやーまあ
で行こう。ここでもう一回行くのが大事ね。で、ヤナメと親衛隊からの、もう一回このね、こいつを行くのが大事なんだ。気づきました、皆さん。これです。ここで行くと、あんた結構きついんじゃない？で、ヤナメ、なんか使ってくる。からの、この神の火スピ。見て。神の火スピ。神に飛べ。ヤナメ間に合わない。やっつ。さあ、一発600の化け物です。うーい。で、ここで、エリクサーポンプを置く。今のミリで回収してからのもう一回のこの回収が熱い。いや、エリババ使いになってるわ、これ。さからの、ヤナメがないんで、ロケット押しつけ。うわー、めっちゃ撃って。オッケー。いや、親衛隊ロイフグに勝つの、やばくね？しかもヤナメだよ。でもこの序盤のね、このタイミングでもう仕掛けてるのがいいね。さあ、ここで一旦なんか使わして、2周目かなんか3周目か。いや、これ、相手、それはやってね。結構入るぞ。で、俺のこの強みはね、やっぱ、もう意味わかんないミラーっていうところもあり、ここで、ロケット押しをね、持ってきます。ロケット押しを持ってくることによって、ホバリングがやばいんですけども、ホバリングは、奇跡的に、やめろ、お願い、マジでやめろ。やばい、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 待って。これ、さすがに行かなきゃいけん。行ってもやばい。何でも止まる。え、待って、キングがいて。1100、1100、1100。キングだ、これ。来た。ロキホウ削り。ヒギ。いや、マジである、マジである。ヒギ、ロキホウ削り。もう絶対もう真ん中出すだろ。100-0で。真ん中出すよね。いや、マジである、マジである。これ、本当に俺静かに削っていきます。バレちゃダメだ。バレちゃダメだ。逃げちゃダメだ、バレちゃダメだ。いや、めっちゃいいロケット押しやね。エロい！エロさは神。さからの、いや、ウッドで削りてえけど、いや、それマジで嫌だ。さあ、で、ホバは、もう、そんな知らん。無理。いや、で、ヒースピで削りたい。いや、めっちゃエロメロケホ来た。いや、これを拡散で、削っていくしかない。削れてるあれ。際どい？延命したい。いや、めっちゃいいね、そのホバ。でもね、俺も頑張ってんだよね。いや、ロケホ逆から来る。あんた、ええやん。偉いやん。でも相手このエリババを守んないといけないからね。熱くね？さあ、ウッドで削っていく。ぶっちゃけ芝ウッドでもいい。なんでもいい。いやー、ちょっともったいないな、それ。いや、もうどうでもいい。お、ウッド。熱い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 。さあ、ウッドにビビって攻めてくる。ヒースピが？やばい。あ、来た！ウッドミラーで、コロリンコロリーン！オーケー。やばい。あぶねえ、これ。気づいたらキング言ってたっすね。エリババがね。いや、エリババ16えぐいな。ガチで火力高すぎっすね。さあ、ということでね、このエリババミラーね、いやもう刺さるとバカ気持ちいいんで、ちょっと皆さんもぜひね、やってみてください。よければチャンネル登録、高評価もね、お願いします。お疲れ様でした。またね。